えっとこ今日はこれです。これ私の文章なんですけれども、えっと、私のチャンネルにコメントしてくれた人が、えー、アメリカの図書館はうるさい。日本はそんなことないんでしょっていうことを言ってたので、それに対するコメントの返しです。で、まず日本語、それを訳したのが英語です。これね、私の英語もちょっと間違い、この英語で書いてあるんで、最初はこう。 これが間違ってる可能性ありますが、まあまあいいんじゃないかということで、とりあえずじゃあここから読んでいきます。日本から行きましょう。せーの。私はアメリカ市民になりたくて、片道の航空券であ、航空券でロサンゼルスに行きましたが、働くことになっていたレストランは閉店し、見知らぬ日系移民に売られてしまいました。売られていましたかなこれ。言われて しまいました。売られていました。観光ビザを学生ビザに変更し、エヴァンスコミュニティアダルトスクールに潜入した。したこれちょっと、この文体が変わってしま,しましたですね。ねこんなふうにあの、えっと、自動翻訳を使ったときには、こういうふうに自分で直さなければいけません。ですから、実はすごい能力が必要になってくるんですけど。 まあでもそこまで必要ではないっていう人はこのまま行っちゃっても構いません。えっと、あんまり支障ないと思います。意味は通じてますから。教科書も、教科書も何でも貸してくれましたし、私立図書館によく本を読みに行って、そのフレンドリーな雰囲気を楽しみました。日本の図書館にいたら、死んだような静寂に息が詰まるでしょう。詰まっていたでしょうかな。あ、まあ、でも、あなたに対してだからこれいいか。 日本の上品さは憧れるものではない。でありません。だよねこれね、ではありませんこの文体ではね。ただし、あなたはここへの幸せな訪問者かもしれません。訪問者になれるかもしれません。こっちの方がいいよね。 America. I wanted to be a U.S. citizen and went to Los Angeles with a one-way airline ticket. But the restaurant I was to work at, oh the restaurant I was to work at, had been closed and sold to an unknown Japanese immigrant. I changed my visitor's visa to a student visa, for students visa and sneaked into Evans Community Adult School. They lent me textbooks and everything, and I often went to the city library to read books and enjoyed the friendly atmosphere there. If you were in a Japanese library, you would be suffocated by the dead silence japanese cruise is not what you should long for。これ、クー s って、これ、このお店になってますけど、これ、ちょっと待って、見てよカルチャー。なるほどね。日本の文化じゃないかというふうに提案してくれてますけど、クー s でいいんです。これ、上品さって意味です。かっこよさとかね。you should be a happy visitor here, though。 You would have strange dreams for the rest of your life after coming back to America.